おじさんみたいで引いた平野氏、用インスタでファンサービスも下ネタ回答でファンが買えるか減象。なんか芸能人みたいでしょいろいろ熱い、ね。7月11日、平野氏用のインスタグラムに公式マークが付き、フォロワー数も300万人を突破。平野はストーリーズ機能で喜びの気持ちをあらわにした。 金プリ脱退後のインスタ解説でフォロワー数300万人突破、平野さんは今年5月に、キングプリンスを脱退、所属していたジャニーズ事務所からも退場しました。約1ヶ月の空白期間を経て、この7月7日に滝沢秀明さんが設立した事務所、トベに所属することを発表し、その直後にインスタグラムを開設。 すると予想通り大きな反響があり、結果的にインスタグラムのフォロワー数もわずか4日でここまでの数になっています。テレビ史ライター、イカドー、ジャニーズ退場後、飛べ介入を発表するまで平野の発信はゼロだったが、現在はその空白期間を取り戻すようにファンサービスに勤しんでいる。 インスタグラムの使い方について全然わかんないと言いつつねおきのオフショットを掲載したり高頻度でストーリーズを更新したり、ジャニーズ事務所に所属していた時はグループでの SNS しかなかったので、オフの姿が更新される個人インスタグラムの解説には喜びの声が上がっています。また、 平野は7月8日と10日にストーリーズでファンからの質問に回答する質問の箱企画も実施。それぞれ100根長の質問に答え、ファンとコミュニケーションを取った。ツイッターでは平野氏用質問の箱がトレンド入りするなど大反響の一方で、一部のファンはそんな平野を見て、なぜか肩を落としているというのだ。平野くんをずっと応援していました。 海外進出を従っているという報道があったので、それならジャニーズ事務所からの退場も仕方ないと思っていたし、活動再開自体は嬉しいです。でも結局、元ジャニーズの人ばかりが加入しているタッキーズ事務所に移籍というのは違和感があって、海外進出したかったなら、留学したり、海外案件に強い事務所に入ればよかったのでは、ともやもやしてしまいます。 平野のファン。平野くんが、なんだかおじさんみたい、質問の箱での平野の文章も、悪い意味で意外だったという。お茶目な一面があることはバラエティ番組などで見ていたので知っていましたが、ファンからの宇宙人って信じますかという質問に対して、友達にいるよと答えたり、カメハメ波、打てる。と聞かれて、昔は、ちょっと出たんだけどね、など、ギャグのセンスが絶妙に古くて。 なんだかおじさんみたいだな、と少し引きました。別の部屋のファン、いかどう。実際にツイッターのサジェスト機能には、平野紫耀ダサいというフレーズが急浮上。さらに、翔くんがやってる集中力を上げるコツを教えてという質問にやだけカタカナなのな、ゼナー、ゼ矢印最近覚えました翔という下ネタ返しをしていて幻滅しました。 キラキラしたアイドルだった潮君の口から男子中学生みたいなセンスの下ネタは聞きたくなかった。キンプリを退場してまでやりたかったのはこんなことだったのか、と変えるか現象に近い気持ちになり、なんだか冷めてしまいました。小。100件以上の質問に答える平野の姿勢自体はまさにファン思いそのもの。とはいえ、 距離が近すぎたことでシンデレラガールの魔法が溶ける日が来てしまったのかも。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るためにぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。